先生の仕事を減らすため、家庭との連絡に IT の技術を使う。学校の先生は仕事が多くて、中学校の先生の60%は1ヶ月の残業時間が80時間以上になりそうだと言われています。神奈川県横浜市が 中学校の先生の仕事を調べると、家庭との連絡に、一日平均13分、一年で44時間以上かかっていました。先生はいつも、学校を休むという電話を受けたり、家庭に渡すプリントを作ったりしています。横浜市は、先生の仕事を減らすため、 来月から6つの学校で家庭との連絡に IT の技術を使ってみることにしました。学校には24時間いつでも電話できて、機械がいろいろな国の言葉で案内します。休む理由は番号を押して伝えます。学校はプリントではなくて、 メールで家庭に連絡します。学校に来た連絡はコンピューターがまとめます。横浜市は、6つの学校でうまくいったら、全部の学校もこのようにしたいと考えています。鹿児島県市サメを美味しく食べよう。 鹿児島県の薩摩半島の沖では、小さいサメが魚を取る道具を壊したり、サメが網の中に入って、他の魚が取れなくなったりしています。市菊式の市は、このような困った被害を出すサメを捕まえて、美味しく食べようと考えています。12日、 サメの料理を紹介する会がありました。集まった人たちは、高校生などが作った10種類の料理を食べました。サメを切って油で揚げた料理や、サメを使ったカレーパンがありました。食べた時、鶏肉に似ていると感じる料理もありました。料理を作った高校生は、 サメの匂いを消すのが大変でしたが、いろいろやり方を考えたら美味しくなることがわかりました、と話していました。市菊式の市は、サメの栄養やサメを保存する方法を調べて、みんなにもっと食べてほしいと考えています。 オリンピックの聖火リレー出発は福島県の J ビレッジ東京オリンピックの聖火リレーが来年の3月26日に福島県の J ビレッジから出発することに決まりました J ビレッジはサッカーの日本代表などが練習をする場所ですしかし 8年前の東日本大震災の後、壊れた原子力発電所をなくすための工事をする人や車などが集まる場所になっていました。J ビレッジは、去年の7月、またサッカーの練習ができるようになりました。政府は、震災で被害を受けた人たちを、 オリンピックで元気にしたいと考えています。リレーをする前に震災で被害を受けた宮城県、岩手県、福島県で成果を見せる計画も決まりました。アフリカで仕事をしたい会社に留学生を紹介するイベント。日本の会社に アフリカの留学生を紹介するイベントが東京でありました。これからアフリカで仕事をしようと考えている110の会社が参加しました。会場では日本の大学で勉強している約100人の留学生が会社の人のところに行って熱心に説明を聞きました。 バイクを作る会社には大勢の留学生が集まりました。この会社は川の水をきれいにして飲むことができるようにする機械も売りたいと考えています。機械は太陽の光で電気を作って動きます。会社の人はアフリカで生活の役に立つ仕事をしたいので、 アフリカをよく知っている人と一緒に仕事をしたいですと話していました。参加した留学生は、日本は自然を壊さない技術が多いです。ビジネスのやり方を勉強して自分の国に伝えたいと思いますと話していました。 ロボットがコンビニの品物を客に届ける実験ロボットがコンビニの品物を客に届ける実験が神奈川県にある大学の中でありましたコンビニのローソンや自動運転の技術を研究している会社などが行いました ロボットは1メートルぐらいの大きさで箱のような形をしています。客がスマートフォンのアプリで品物を注文するとロボットは店を出て客のところまで品物を届けます。ロボットはセンサーやカメラを使って近くに人がいたら止まります。人に会うと 声を出して挨拶もします。ローソンなどはこのロボットを使うとお年寄りや店に行くことができない人の買い物が便利になると考えています。運ぶ人がいなくて品物を届けることができないという問題もなくなります。このためロボットが 道を通ることができるように法律を変えてもらったりして早く使い始めたいと考えています海に落ちた男性脱いだジーンズに空気を入れて助かる今月6日ヨットでブラジルに向かっていたドイツ人がニュージーランドの海岸から 30キロ離れた海でヨットから落ちました。ヨットに一緒に乗っていた人が水の中で体が浮くようにする救命胴衣を投げましたが男性は捕まえることができませんでした。男性はすぐにジーンズを脱いで足を出す部分を結びました。そして ジーンズの中に空気を入れて救命胴衣の代わりに使いました。男性は3時間以上海に浮いていた後ヘリコプターで助けてもらいました。男性はズボンを救命胴衣の代わりに使うことができることを知っていました。ジーンズがなかったら助からなかったと思います。 と話していました。インターネットでは、このニュースを見た人が、すごいとかジーンズに穴がなくてよかった、などと書いています。ガザ地区、タコをあげて、東日本大震災の町に元気になって、パレスチナのガザ地区は、 イスラエルと戦争があって多くの建物や家が壊れました。日本はガザ地区のためにいろいろな支援をしています。ガザ地区では日本にお礼の気持ちを伝えるために東日本大震災があった3月11日ごろに毎年イベントを行っています。子供たちが 空にタコをあげて、被害があった町が元気になるように祈ります。14日、300人ぐらいの子どもたちが、日本の旗の絵を描いたタコなど、自分たちで作ったタコを高くあげました。ガザ地区の子どもたちと、岩手県釜石市の高校生たちは、 インターネットのテレビ電話で交流しました。子供たちがパレスチナの踊りを踊ると、高校生たちは楽しそうに見ていました。イベントに参加した子供は、遠いところにいる日本人と心配したり心配してもらったりする友達になることができました。とても素晴らしいことです。 と話していました。新しいビザで外国人を雇うときの規則ができる。日本の政府は来月から国が決めた仕事の技術がある外国人に特定技能1号と特定技能2号という新しいビザを出します。法務省は 15日、新しいビザで外国人を雇う会社などが守らなければならない規則を発表しました。規則では、外国人の給料は日本人と同じかそれ以上にしなければならないと決まっています。給料は銀行や郵便局などの口座に入れたりして、 どのくらい払ったかわかるようにしなければなりません。外国人が生活しやすいように、携帯電話を契約するときなどは手伝わなければなりません。外国人の中には、日本で働くために、悪い人にたくさんお金を払う人がいて問題になっています。 このような問題をなくすために、外国人を雇う会社などは悪い人にお金を払っていないかどうか確認しなければなりません。仕事を辞めた後、国に帰るお金がない場合は、会社がお金を出さなければなりません。この規則は、法務省のウェブサイトで見ることができます。